吉田さん、人は死ぬ前に一体どんな後悔をするんでしょうかね。私はまだ明日死ぬとか今日死ぬとかっていう状況にありませんので、はっきり言って分かんないのかもしれません。ただやっぱりね、真剣に考えてはいます。毎日ね、今日が最後の一日だとしたらどうするかなってことを考えながらやってます。というのは、私がサラリーマンとして勤めていた会社の最初の研修があと寿命が2日だったらどうするかっていう、そんなねテーマの論文を書けっていうふうなものが出たんですよね。まあ、その時にこんな会社に勤めてないってみんな書いてましたねですんで、早く会社のミッションをクリアして自分の人生に戻しなさいっていうふうにその研修では締められてました。すごいですよね。社員を採用しといて早くこの会社から出ていくことを進めていくというね、非常に印象的な研修だったと思います。まあ、それからね、やっぱりいろいろとありましたけども、もう一つ私が心に留めていたのが、あの棺桶リストってやつがあるんですよ。これはね、最高の人生の過ごし方っていう映画なんですけども、その中に出てくる棺桶リスト、これは末期がんの大富豪と末期がんの工場勤務の人がね、自動車整備工が一緒の病室にいて仲良くなるうちに、俺たちの人生あと半年ぐらいだよねと、じゃあそれまでにやりたいことやろうぜってことで、あとこれをやりたいんだっていうふうなリストを作るんですよ。そしてそのリストを大富豪の末期がんの方がね、お金は俺が払うから一緒にやろうぜって感じで上から一個ずつ済ましていくって形です。とっても感動の映画なんで何回も見てしまいました。で、今日はね、死ぬ前に後悔する17のことということで、看護師さんが書き留めたものがありますんで、読みながら私はどうだったかってことをね、一緒に、お話しさせていただこうと思います。それではね、まず1個目、他人がどう思うか気にしすぎなければよかったということですね。やっぱり他者からどう見られてるかってことは、ある程度ね、着てるものとかヘアスタイルとか表情とか気にした方がいいんですけども、でも気にしすぎてもよくないですよね。自分の出してる動画にいちいちコメントが来ると、それをいちいち気にしてもしょうがないんで、励ましとかいたわりはありがたく受け取るけども、まあいわゆるアンチコメントはね、あ、こんなレベルの人がいるんだなということで、すぐに通り過ぎた方がいいかなってことですね。次、他人の期待に沿うための人生ではなく、自分が思い描く人生を歩めばよかった。そうですね、他者からいろんな期待が寄せられます。こういうふうにした方がいいよと、こんな人と付き合ってない方がいいよと、いろいろありますけども、全ては参考意見として、最終的には自分の判断で自分が決めて自分で行動していくってことでしょうね。そうすると自分がやったことなんで後悔はないですよね。他者に無理やりやらされたこととか、誰かの期待に沿うためにまあね、無理やりやったことってのはなかなかね、R34 って車、誰かから評価されたいから買うわけではないんですけども、でもちょびっとそういう気持ちはありますよね。でもそれは R34 の良さが分かる人に分かってもらえればよくって、なんだあの車、いけすかねえなっていう人に合わせる必要はないってことですよね。私もライト2000ありますけども、これやっぱりね、半分は人に見せたくて乗ってるわけなんですよ。でもなんだあの車っていう人いるんですよ。その人のなんだこの車、ミーハーだなっていう人の気持ちに合わせる必要はないかなと思いますね。はい、次、あんなに仕事ばかりしなければよかったね。これね、大好きな仕事だったらいいんですよ。もうやるのが面白いと、ギャラなんて関係ねえってやらせてくれみたいな仕事だったらいいんですけども、そのお金のために仕方なくやる仕事っていうのはやりすぎない方がいいかなと思いますよね。瞬間的にはしょうがないんですけどね。次、もっともっと一瞬一瞬に集中して生きればよかった。これやっぱりね、生半可な気持ちでことに取り組むと後悔が残ります。大失敗するにしても、情熱を傾けるとそれは歴史になるんですよね。だから手を抜いてやるっていうのが最もね、自分の心にダメージを残しますね。はい、喧嘩別れしなければよかった。喧嘩別れよりも和解って別れた方がいいですね。喧嘩別れしていいことってあんまりなくってね、それこそ喧嘩しか別れる手段がない人もいると思いますけども、そもそも喧嘩するような人としっかりと付き合うことが、まあなかなか難しいんでしょうね。はい、もっと他人のために尽くせばよかった。これは相反するようですけども、他人のためにっていうのはもうね、誰でも彼でもじゃないんですよ。この人のために尽くすことは自分のためになるなというふうな人に尽くせばよかったってことでしょうね、きっとね。ほんのちょびっとの
そういった貢献心っていうのは自分の人生をすごく輝かせるんではないかなと思いますね。まだまだありますよ。もっと家族と一緒の時間を過ごせばよかった、家族と一緒に過ごすためにはやっぱり時間的な余裕とお金的な余裕が必要になってくるかなと思います。なぜなら家族と一緒の時間を過ごすっていうのは何もせずに座り込んでいるってことじゃないんですよね。やっぱり同じものを見ていろんな経験をするために美味しいものを食べたりとかね、それからお互いの希望する場所に行ってみたりとかっていうことがあると思います、なんか一緒にお金を使ってみるって結構いいんですよね。一緒にお金を稼いでみるっていうのもいいかもしれません。やっぱりね、社会っていうのはお金の流れでできてますから、そういう部分がありますんで、一緒にお金を使う経験とかお金を稼ぐ経験っていうのは、これに当たるのかなと思います。友達との時間を大切にすればよかった。これね、友達が多いと友達との時間を大事にできないんで、本当にね、少数の友達と、時間を共に過ごすってことなんじゃないかなと思います。で、もっと旅をすればよかった。この旅ってのは心の旅路も込みでしょうね。なんかね、北の方はどうなんだろうとかね、南の方はどうなんだろうっていうふうに実際に行くっていう旅もありますし、家族と共に過ごすっていうのはきっとね、家族のもとに旅をするっていうことでもあるのかなと思います。それは距離が短かろうが長かろうがですよ。目的地に到着するまでの旅も一つ、目的地から帰って自分のねぐらに帰る旅も一つなのかなと、でリスクを恐れずにいろいろ挑戦すればよかったらこれ思いますね。今でも思いますね。挑戦するって日々失われていくんですよ。例えば大好きな女の子に告白するチャンスなんてもうこの年にはもう残されてないんですよね。そう考えたら10代のあの頃できなかった告白がいくつあるだろうなと思ったらね、挑戦を失ったのかもしれないです。私ね、吉谷さん、東大に受験しなかったことが20代での最大の後悔ですね。東大は私できたかもしれない、本当は。そう思えるところがいいところなんですよね、きっとね。受験してたら、ああ無理だったって思うかもしれないですね。受験してないからこそ、あ、俺いけたんじゃないかなっていう気持ちが残るというね。はい、もっと自分の情熱に従っていけるべきだった。私の情熱はもしかしたらもっとね、乱暴なところにあったのかもしれませんけども、そうですね、確かに10代の頃はそうだったかもしれないですけどもね。未来